皆さんこんにちは。今回は大正時代の政治外交中盤あたりの確認テストやっていこうと思います。はい、それでは四角の一番括弧の一を見ていきます。第一次世界大戦中、交戦中のヨーロッパ諸国が輸出なかなかできない戦争中でね、そんな市場に市場じゃないよ市場ねに日本が進出し、何とかが発生。 アメリカ向けのキートやアジア向けのなんとかミスなどが急増したというところですね。対戦契機、まあ対戦契機が起こったね、なんて表現をしたりします。アメリカにたくさんキートをこれ売るようになった。アメリカ向けのキート、まあこれアメリカ儲かってるから高級品、金織物の原料のキートが買えるんですね。そしてアジア向けとしては麺織物、麺織物。 まあ、この麺織物アジアに向けて作って売る背景には明治の終わりに日本で国産の力食器が豊田崎知らによって発明されてというのもあったその明治の終わりからできていや広がり始めていたものがこの時にブレイクということだったね。大幅な輸出超過輸出超というのはただ輸出が増えたってわけじゃなくて輸出と輸入比べた時に輸出の方が多い言い方を変えると貿易黒字なんていうふうに言ったりしてね日本が儲かってる状況ですよ。 ものをたくさん売ってお金をたくさんもらっている状況ですね。また海運業や造船業、当然外国に物を売ったりする、それを運んだりする船なんかもこれ非常に景気よくなってね、そんな海運業で大きなお金をなす船乗り金なんていう人が出てきたりしました。はい、それでは続いて過去の二番回ります。 千九百十七年、あの主導でロシア革命が起こった。世界初の社会主義政権が成立とありますね。うん、ソビエトの話とするならば。このソビエトを作ることになる。誰の主導でロシア革命レーニンということになります。そして。 これに対し日本への影響はチェコスロバキア軍救出を名目になんとかを行ううんシベリア出兵ですね、えー、干渉の戦いなんかを行っていく、まあ、日本なんかにとってはこの社会主義の国が革命で起きてしまうことは都合が良くなかった日本国内ではこの影響シベリア出兵という戦いの影響で米価、米値,こ値段が高騰し富山の漁民主婦、まあ、こんな漁民の奥さんね、えー、漁業をしている人の奥さんが立ち上がり米を襲う、まあ、そんなところから 米騒動これが全国に広がっていってそれを米騒動と呼び最終的にはそれがきっかけで内閣が倒れるというところまで結びついていいてっちゃうんでしたねはい、続いて括弧の3番見ていきます。 1919年第一次世界大戦講和会議であるなんとかが開かれた「イ」が調印された、うん、戦いそのものは少し前に終わってましたが1919年パリ講和会議でベルサイ条約が結ばれるということでですね「いくいくパリはベルサイユ」というところでしたそしてその中で日本は三島省における旧ドイツ景気の継承旧ドイツ領南洋諸島の委任統治などを認めてもらう 戦争中に日本が戦った攻めたドイツ領太平洋中国のドイツ領の権利をそのまま認めてもらうというのが日本の目的の大きなところで、まあ、それは日本的には達成されたというかベルサイユ条約の中にこういった規定を入れることになるという話でした。はい、続いい続ててのの番、一問一答形式見ていきましょう。括弧の1です。 えー、寺内正竹内閣寺内政内閣の政策について以下の問いに答えなさい A 中国での権益確保を意図して行われた経済援助寺内内閣の時に中国にお金援助するなんて話は西原借款西原亀蔵という人物が中心となってこの時誰に対して中国の為政者誰に対してこの西原借款を行ったかというと B 断気づね断気づね遠征外ではないからその前の21か条要求は遠征外。 遠征が死んでしまってこの時は断基髄に対してお金を貸すなかなか返ってこないんだけどねからし1917年アメリカとの間で結んだ日本が中国に特供する権益を持つことを認めてもらったそれがまあアメリカとの間で協定とまで書いてあるからいけるかな石井ランシング協定日本の石井菊次郎という人物と アメリカの国務長官ランシングとの間に結ばれたから石井ランシング協定と呼ばれるもの日本が中国における権益を持つと認めてくれたということ、まあ、ちなみにアメリカのねフィリピンに対する権益を日本が逆に認めると、まあ、そんなことをやったのが石井ランシング協定ということになります。はい、続いいいてて番今回は原内閣についてととうことですね、A 1919年に朝鮮で起きた独立を求める民族運動を何と言いますかうん朝鮮で、まあ、この時は朝鮮が日本の植民地となっているその日本から独立するというのが「三一運動三一事件三一独立運動万歳事件」呼び方はどれでもいいですよ。から、B 1919年、同じ年です、中国で起きた、これ、ベルサイ条約のすぐあとですね、反日国民運動、中国でやっぱり日本に対する反日抗日の運動が起きます、これが五四運動ね、5月4日がきっかけで五四運動、ちょっと前に三一事件という事件が起きています。 はい、それではの3番見ていきましょう国際連盟についてですえい国際連盟の創設を提唱したアメリカの大統領は誰か、うん、これはウィリソンというところですねウィリソン、まあ、ハーディングってこの後大統領出てくるけどここはウィリソンそしてその当時の常任理事国でないのはどれですか、うん、これはアメリカですね。 アメリカはウィリソンの提唱で国際連盟を作ったけどアメリカは国内の議会の反対なんかもあって当初参加していなかったということで常任理事国にもなっていないということで2番が罰ちょっとややこしいですけれどもねということで押さえておいてください。はいそれでは四角の3番生語問題を見ていくことにしますいきましょう原高志内閣について述べた分誤っているものを選びなさい。 丸ががつつででとということですね1番原高市内閣は普通選挙制の導入に職局、うん、あ局お金がいくらとか関係なく誰でも投票できるのが普通選挙だよ別に助手はあんま関係ないんですここではでそれに、ね、消極的ではありましたで選挙権の納税者資格を引き上げた、うん、これおかしいねこれおかしいね結論1番「ツというところでこれは引き下げただよね。 まとはっったって消極的とは言いながら普通選挙とかが盛り上がる中そういう運動がね盛り上がっていく中でこれ国民のまあ投票権として直接国税10円以上だったのが3円以上というふうにま10円から3円に引き下がりましたから直接国税3円以上を納める25歳以上の男子が投票できるというふうに変わりました、まあ、ただゼロにはしなかった普通選挙にはしなかったんですね。 2番原高市内閣は日本最初の本格的な政党内閣いいんじゃないそして首相の原高市は平民最相と呼ばれた、うん、これも正解ということになりますね本格的な政党内閣の最初一応政党内閣っていうだけであったら明治時代の第1次大隈重信内閣もそうだけどあれはすぐに瓦解終わっちゃったからまともに政治をやったものとしてはこれが最初。そして3番 原高志内閣はパリ講和会議にサイ・オンジ金持ちらを送りベルサイ条約に調印うんまあ内閣としてこういうふうな形で調印総理大臣は言ってないけど文章としてはこれ丸ですね原は言ってないから調印してないじゃないかとか言わないで原高志個人が言ったんじゃない内閣としてサイ・オンジ内閣なんかを送って。 条約の調印は内閣がするというかできるというか内閣じゃなきゃできませんから基本ね。なんていうふうな話の中で、まあ、これは文章丸になりますね。同じ声優会の西用寺金持ちなんかをベルサイ条約に派遣しています。4番原高市内閣は与党の支持基盤を固めるため小選挙区制を導入うんちょっと言葉難しく聞こえるかもしれないけれども結論としては丸ということになる小選挙区制というのは大きな政党に有利。 でこの時立憲政友会大きな政党の党首だった原隆からすれば大きな政党が有利になる小選挙区制を導入すれば、まあ、自分たちね与党すなわち立憲政友会がこれ支持基盤固まる、まあ、自分たちに投票してくれる可能性がどんどん高くなって当選しやすくなるといったようなことを表現してますね。ちょっっと2番3番4番難しかった 結論としては1番を罰にしてては番をにくれ,ればなんだけどね234もちゃんと文章を読んで一応納得してああこういう文章表現があるんだなこういうこと出されたりするんだなというのは知っておいてください。 はいということで原田市内閣まで辺りを見てきましたがこの辺り忘れちゃいけないのは基本第一次世界大戦が続いていた、まあ、ベルサイ条約でね一応正式のるというところまでは言うのを忘れないようにしてください寺内内閣の時に例えば米騒動とかありましたけどもあれも第一次世界大戦というのが裏ではというかね起きている、まあ、そんな最中だということをイメージしっかりしておくこと重要と思います。